KBC グループは、ベルギーブリュッセルに本社を置く総合金融機関。KBC 銀行として、ベルギーや中東を地域、アイルランドに商業銀行の店舗を展開するほか、保険やアセットマネジメントも取り扱う。ユーロネクストブリュッセル上場企業。1889年に設立されたウォルックスバンク、バンルーバンをルーツに持つ。 ベルギー北部のフラマンゴ地域の有力者による運営の下で発展を経て1938年にアルジェミンバンクボリーナイジェングと合併し、クレディットバンクとなった。実業カフェアノン、コリンの下でで1930年代の不況を克服したほか、第二次世界大戦中も発展を続け、フラマンゴ地域の中産階級を顧客に獲得した。百四十九年にはルクセンブルクに進出し、 1961年にワロン地域に進出した。また、ベルギーが植民地としていたコンゴにも進出して4つの支店を運営したが、植民地の独立を受けて1966年に撤退している。1960年代にはニューヨークやロンドンに支店を開設した。1982年からドイツのブレマー・ボーシュスベリン・エジーの株式取得を開始し、 1990年に同行を、クレディトバンク・バンクバー・イン・エジーとして、クレディトバンクの一部門とした。1998年、クレディトバンクは、ボーアンボンドの影響下にある、ベルギー南部、ワロン地域の二つの組織、アブ・インシュランスとセラバンクと合併し、新会社は三社の頭文字から、KBC バンクインシュアランスホールディング、カンパニーと名付けられた。それ以降、 中東欧地域への進出を進め、チェコスロバキア・ハンガリーでは国内有数の銀行となる一方、2005年にベルギー国内のアルマニーヨを吸収合併したことを機に KBC グループと改名した。2000年代後半の世界金融危機ではベルギー政府の公的資金を受け、2013年9月にドイツ事業を売却している。現在の KBC グループは顧客数、 従業員数のいずれもが、中東地域やアイルランドなどの国外が、ベルギー国内を上回っており、アジアでは、上海、香港やシンガポールに拠点を持つ。資産運用に特化した、KBC セキュリティーズがあるほか、オンライン投資を目的とした、ボレロや、2014年には、企業や新規投資を支援する目的で、ボレロクラウドファンディングが設立されている。日本には、 KBC Securities Japan として進出し、東京にオフィスを持っていたが、2010年に大和証券キャピタルマーケッツに事業を売却している。ありがとうございます。